い、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はもうね、フラワー TV でも12月では定番になってきましたリース作りをしていきたいと思います。まあ去年もね作ってるんで、またかよって思ってる方もいるかもしれないんですけど、ちょっと我慢していただいて、まあ初めての方もねいらっしゃるし、まあ復習の意味もあるし、定番っていうのはやっぱり大事なんでやっていきたいと思います。では早速行ってみましょう。どうぞ。はい、ではまずはですね本当はこのワイヤーを巻くところからやるんですけれども、こういう針金ですねを、こういう、まあ、これ竹を短く切ったものなんですけど、まあまあ、木の切れ端とかでもいいですから、こういうものにワイヤーを巻くんです。そうするとリースはすごくこう作りやすくなるので、こういうワイヤーを巻いたこういうものを作ってください。そしたらとりあえずこの中のワイヤーを2、3本、このぐらいの、まあ、15センチぐらいですかねの長さに3本とか4本とか切っとくといいと思います。そしたらまずこのサンゴミズキを丸めて、でこれ少しこうためてっていって、まあこう丸くするんですね、こうやってね。でここね結構重要なんですよ。この輪っかが大きくなるとリースが大きくなるので、まあ、もちろん材料も必要になるし、あんまり大きくなると可愛くなくなるし、まあ、ただ大きい扉に飾る場合は、まあ、大きいリースの方がいいだろうし、まあ、この辺はね結構その後飾る場所のによるんですよね。まあ、例えばこのくらいの大きさにして、でここをワイヤーで留めますね。まあ、今こう2箇所留めましたね。見えるか、2箇所留めました。例えば今ここにこう出てるじゃないですか、サンゴミズキが。まあ、このところって出しとけばそのまんまずっと出てるわけですよ。だから、まあ、慣れてくるとこういうのを出したまんまリースを作るっていうパターンもあるんですよね。例えばこここのサンゴのこの両方出したまんまリースを作るってパターンもあるので、まあ、今回はこのパターンやってみましょうか。はい、ではまず最初にこのヒムロスギですね、これをここにつけていきます。これがねベースになっていくんです。でこのまあこの茎の部分もつけたまんまでいいです。でこうまあヒムロをね表と裏側でこう挟むような形でこう握るじゃないですか、こうやって握るんです。そしたらさっきのこのワイヤーありますね、このワイヤーで少し出してここをこう持って一回転、まあキュッとこうキュッと結んどくと、まあ、ワイヤーなんで取れてこないです、こうやってね。そしたらこのここの今巻いたこの先ですね、この先を今度はこのワイヤー、今のワイヤーでこう巻きます。こう巻きますね。そうしたら次のこのヒムロスギをここの間にこう入れて、でこれも両側こう入れていくんですね。そしたらここでまた前をこう巻きます。
でね、これのこう繰り返しをずっとこう一周やっていくわけですよ、ここのね。で、ここのワイヤーのこの今巻いてる間隔ですね、間隔というのは、ちょっと待ってね、今見せますね。ここの見えないか、ここに今ここ巻いたワイヤーがこうあるんですよ。ありますよね、こうやって巻いたワイヤーがこうやってあります。この辺にもこう、ここにもあるんですよね。巻いてし見にくいか、ここの間隔ですね、この巻いていくワイヤーの間隔が、まあ細かすぎてもやりにくいんです、実は。だけどまあ大まかすぎてもやりにくいんで、だいたいね5センチ間隔ぐらいですかね、5センチ間隔ぐらい。はいはい、これでひもの杉が一周こう巻き上がりました。そしたらここでワイヤーを切ります。こう切って、で最初に結ぶ前に出しておいたワイヤーありますね。これとこうキュッキュッと縛っていきます。はい、これでビーズのベースが出来上がりました。はい、これ次モミの枝を入れるんですけれども。これね、向きを間違える人がよくいるんです。これ、ね、今このヒムロスギをこっちに向かって巻いてるんですね。こっちが下が根元で上が葉っぱがある方で、こういうふうに巻いてます。そうしたら、例えばこっちの面とこっちの面は逆になるんですけど、この葉っぱの向きと逆方向にこのモミの枝を入れるんです。こうやってね、こうやってもみの枝を逆方向に入れます。そうするとこれ抜けにくいんですね、抜けにくいんです、こういう状態です。でこれをこう一周ずっとこう巻いていきます。でこのもみの枝が下のベース作りに、本当にこう見える部分のベース作りになるので、ここはこう大雑把でなく割と細かく、細かすぎずぐらいちょうどいいぐらいのところでやってみましょう。こういう風になってきますね。で今この表面だけ入れてますけど、これね、今これ横から見るとここ空いてるじゃないですか。ここの部分も入れるとすごくこう可愛いリースが出来上がります。こういう感じですね。ここの横にも下のところにも入れていきます。はい、このように全体にもみが入りました。これがねベースになっていきます。で、これに、これからヤシャとかマツボックリとか、そういうものを入れて仕上げていきます。